ありがとうございます。私は、カイさんや JT さんの道端の理念に共感しております。ありがとうございます。浜田信明であります。イスラエルがガザ地区で行っている殺害行為、これは戦争ではなく虐殺行為であります。そうだ、軍服を着ていない武器を持っていない人を殺すことは虐殺行為でしかありません。そうだ。しかもこの行為はパレスチナの人々を苦しめるだけではなく、イスラエルの存在そのものも危険にさらしているものであります。そうだ。さらにこれは世界の平和に対する、攻撃を仕掛けていることでもあり、人類全体に対する危機的な状況を作り出しているものであります。そうだ。人の命はイスラエル人であれアメリカ人であれ日本人であれ重さは変わりがありません。そうだ。イスラエルの子供もパレスチナの子供も日本の子供も一人一人が地球の大事な財産であります。そうだ。彼らの未来ある子供の命を奪うことは誰にも許されるものではありません。そうだ。イスラエルがイスラエルのためにこのようなことをやっているわけではないことは生物兵器ワクチンのことを考えれば明らかであります。そうだ。イスラエルは各国に先立って世界で最も早く生物兵器ワクチンによる疫学調査という名前でイスラエルの人たちにこの危険な生物兵器を打たせました。2020年12月のことであります。日本もイスラエルも政府は国民のことなど考えておらずに、このように国際カルトの言いなりになって国民を虐殺して平和を損ねているのであります。そうだ。であるから我々はイスラエルもアメリカも日本も新しく国を作り変える必要があると私は考えています。そうだ。国民を守らない政府はその存在理由を書いているのであります。そうだ。我々は国民のための政治を自分たちで作り直す必要があります。今日はこのような形で道端から声を上げさせていただくことによってそういうことを皆さんに訴えたいと思っております。イスラエルはガザ地区における虐殺を直ちにやめよう。そうだ。世界平和に対する攻撃を直ちにやめよう。そうだ。これをもって真田の主張とさせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。素晴らしい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 。